私にとって広島とはいつか戻る場所。今日紹介する広島情熱人は、女性ファッション誌の編集者、片山博美さん。数々の人気ファッション誌を手掛け、最先端のトレンドを牽引。編集長として創刊に携わった雑誌は17万部の大ヒット、人気雑誌に押し上げました。編集者として走り続けて25年、片山さんがふるさとの魅力を再認識したのは5年前、広島を旅行した時のことでした。厳島神社自体も改めて観光気分で見ると本当に素晴らしい世界遺産だし、で尾道っていう街も素晴らしいこう佇まいだったり、それがすごく誇らしくもあったし、もう一回行きたいなって思ったんですよ。広島ってもっと日本の中でアピールしていける土地だと思うし、世界中に発信できる土地だと思うし、その可能性がすごくあるなって。以来地元に思いを馳せるようになった片山さん、将来描く夢とは。広島人として改めて今広島が素敵だな、私がその雑誌とか紙媒体でやってきた力を広島の魅力発信に生かせるんじゃないか、生かしたい、もっと知ってもらいたいっていうふうな気持ちがすごくあって、そういうふうな形で広島に恩返しができるようなことがあるんじゃないかな、だからいつか戻るんじゃないかなっていうふうに思ってる。魅力ある広島を全国に伝える、そんな思いを胸に、片山さんが今日も新たなトレンドを発信していく。